こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は商品のカートを取るのにですね、いくらで出せばカート取れますかという質問があったんで、その回答を、ちょっとね、そういう単純なもんじゃないんで、動画で回答します。もちろん、カート取得で値段っていうのは、カートが取れるかどうかを決める要素ではあるんですけど、それだけではないです。まあ、見えてる部分です。値段とセラーレーティングっていうのが決める要素になってますけど、この2つで全部でもないと。他にプラス要素、マイナス要素があります。で、その時、その商品に出品してる人たちの力関係でね、誰がカートを取るかっていうのが決まるんで、ライバルが非常に強い商品は、安く出して、どんなにいいレーティングを取っていてもカートが取れないと。で、安く出しすぎるのは、カートを取る面ではマイナスになることもあります。そんなわけで、カートを取るのは値段だけで決まるわけではない。最安値で出せばカートが取れるわけではない。もちろん最安値出して FBA で出したからといってカートが取れるわけでもないと。これが分かってくると逆に、じゃあどうやれば高くカートが取れるのか、その辺が分かってくるんでですね、高い値段でカートが取れるということは当然儲けやすいということなんで、そういう儲けやすい商品を見つけて、まあ、儲けていくというのが転売アカデミーで教えている Amazon 輸出のやり方になります。値段だけで決まるわけじゃないと。まあ、値段だけで決まるんだったらね、あらかじめ早めにやってる人とのメリットが全くないんで、そういうふうにはシステムは組まれてないです。値段は一要素ではあるけど全てはないと。最安値で FBA で出したから言って、売れるわけでもないというのを念頭において Amazon 輸出に取り組んでいただければと思います。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。